元気お疲れです。お疲れです。ちょっと久しぶりにまた今シーズンも懐かしいね。懐かしい感じになってる。今シーズンも始まった。そうやんな。うん、いやそうなんよ。今回のテーマお気に入りの曲。はい。まあもういろんなとこでね、正直聞かれてるからネタがちょっとね、いっぱいあるからなくなってきてるかもしれんけど、まあ、まあ、ね、まあ、そうは言ってもね、まあまあ、絞り出しましょうか。絞り。まあ皆さんにも聞いてほしい曲でもいいし。はい、まあ。僕が結構普段寝る前にこう睡眠みたいな、寝る前に曲リストみたいなあって、でそれの中の1曲、寝る前の曲リスト、そうあるんですよ。絶対それを聞きながら寝ていくんや。それをあのストレッチしながらちょっと聞いて、でそれで消してから寝るんですよ。ああなるほどね。もうじゃあ睡眠前のストレッチの時に聞く。そう、曲の中の絶対落ち着き系やん。そう、落ち着き系です ね。心落ち着くよねっていう。玉置浩二さんの、メロディーっていう。いい。はい。知ってます？知ってる。俺の嫁大好き。はい。いや、あれほんとね、もう毎日聞いてて、俺も嫁にもう聞き飽きたって言われてるんですけど。逆に言われちゃった。そっか、一緒に聞いてるわけやもんな。なんですけど、ほんとにもう、あの声と。いい。もうなんか、わ、いいな。今日も一日終わったな。ああ確かになるな。はい。しかもめっちゃ落ち着くな。めっちゃ落ち着くんですよ。でいい夢見れそうな感じするな。はい、そうなんですよ。だからぜひ聞いてください。いやもう皆さんも知ってると思うし。はい。いいのはもう分かってるからね。はい。みんなだったでしょ。寝る前に聞く曲とかいた？いないかな。だいたい車の中でしょ。とか試合前。うん。かが多いね。まあ。うん、眠り入る前にやっぱそういう曲を常に聴いておけば眠りの導入もいいんで、うんうん、おお、はい、ちょっと気になってんのが、はい、リストってことはあと何曲かあんねやろ。ありますあります。ちょっともう一個ぐらい。あーなんだろうな。ちょっと携帯見ていいですか。いいよいいよいいよ。あんま見せれないよこれ、企業秘密だよ。何を。やっぱリストは、リストね。あーそうやろ。全部何曲ぐらい入っとんそれに、リストは。これは、ね、何曲入ってんだろう。まあ、ストレッチをどれぐらいするかにもよるか。まあ、でも10ちょいしか入ってないですか。あー。これもちょっとあれなんですけど、竹原ピストル。はい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 。サンサーラ。サンサーラ。っていう曲も、結構なんか、好きなんですよね。落ち着く。落ち着くんですよね。いいね。はい。まあ、そういうのを聞いて寝てんねんな。そうなんですよ。いいな。もうそれ聞いてたらまあもう寝るモードってなる。ああもうルーティーンや。はい。でも嫁さんはもう聞き飽きてる。そこでバランス取ってうまくやってね、はい、バランス取ってうまくやる。うん。でも今から帰る車の中とかは聞く、曲聞いたりもするし、結構お気に入りとかじゃなくて、なんかいろんなプレイリストを適当に流して、あー そうなんや。そこでなんかこの曲いいなっていうのあったら、うん、ちょっとそのダウンロードしたりとかする。ああなるほどね。なんかいろんな場面のリスト作ってそうな感じするね。結構作ってますね。ああ、はい、この時このリスト、そうでなんか新しいの見つけたらそこどのリスト入れようかなみたいな感じ。そうなんですよ。たまに2個入れちゃう時あるから、こっちも入れようかなみたいな。そういうのもあるね。はい、ああいいね。そう、その辺はね、純喜の性格わかるわ。うん、すごい。なんとかね、俺も、みんなそれするんじゃないの。わからん。場面で分けてんのかな。朝聞く曲みたいな。ああ、朝一聞くのはあるとか聞いてたけど。うん、そうっすよね。いいね。こういうのもいいね。いろいろ教えてほしいっすわ。うんうん、みんなもまたね、うん。うん。これ見て勉強します俺。また。うん、みんなね。ああ、ぜひぜひ。純喜もこれ見て勉強するね、はい。ありがとう。はい、ありがとうございました。オッケーです。じゃあまた。よろしくね。はい、第2回も楽しみにしてます。はい、お疲れです。はい、お疲れです。はい、っす。